あっちゃんです、今日はね歯医者っていうことでアバター歩いていきましょう。今日はねちょっとね国道を通っていきます。これねあっちゃんの母校です。はい、大田高校の前からね上向いて歩いていきます。なんで上向いていくかやったら、まあ、お金がなかったから銀行下ろしに行っていいで、ね持ち金がね、木のね、いろいろ使っちゃって1000円しか残ってなくて、1000円では歯医者行かれん。行けんことないかな、そんなもんか。千数百円ぐらいかな、分からへん。いい天気でしょ。あ、そう、紹介したかな。この傘ね、これ日傘、外はね、黒やね。 UV カットの、ね、日傘をね買わせていただきました。可愛いでしょ、バラ。じゃあ、ね、視聴者さんからなっちゃん日傘買ってって言って、好きな選んでって言ってご支援いただきました。ありがとうございます。はい、日傘、折りたたみの日傘、折りたたみじゃないのかも思ってんけど、まあね、出先でこれ晴雨共用、あの雨でも晴れでもいけるやつじゃないけど、それをね飛ばしていただきました。水分やって、よきそうだでしょ。でね、高台さん、中華料理ね、あっちゃんの住まいで、大田高校前のバス停、バス停を越えてね、しんどいね、歩くのね。街中歩いてるけど、今日は銀行行ったついでに国道から出てきた。お、山、まあ、YZF やかっこいいな。山が大好きやから暑いな、今日もね。息切れするわ。ああ、しんどい。
ヨちゃんを連れてきた獣医さんからここに出ます。よいしょよいしょ。じゃあか雨になった。よいしょ。船この辺にちょうど弟が生まれたさんまさんがこの川にお母ちゃんよ弟にお前はここの川で拾った子やりでよう言うとったわ。スーパー森川です。今日もバイク日和やから誰か走ったの、ね、懐かしいな、こう歩くの。もう、こう歩くの何年ぶりやろうね。大会の時に終わりで帰ったね。で今水分あったから、これはダメだね。ミニ四駆のコースがあるわ。バンビさんって言ってね、模型屋さんがあって、じゃあ中学の時を着てた。もうちょっと道の駅が見えてくるんで、そこね、もうその横です。上から行ったら遠い気がするな。下から来るとね、6分ぐらいけど、上から来ると約8分ぐらいかかんね。上の方が遠いんや。こういう気がしたけど。これね、上田中学。あっちゃんの母校です。大願寺さん。薬草料理この上でやってねえけどね。着いた着いた。ヤマトジビール米って書いてあるんですよ。ヤマトジビール違う、米っていう店ではすぐ分かんない。米奥ヤマトビールって書いてあるんで、ここ気になるんだけど一回来てみたいね。はい、ということで着きました。